こんにちは、あきらです。今回 G モデラーで作っていくものはコーヒーなど入れるときに使うポットですね。ポットはなかなか複雑な形状というか、作るのはすごく面白いんですけれども、 G モデラーを練習する上ではとっても勉強になるなと思うんですよね。それではポット作っていきたいと思います。 G モデラーで部屋とかソファーとか机とか、そういったものを作る場合にはキューブをベースに作っていきますので、このポリスターからキューメッシュでキューブを作っていきました。ただ今回ポットの場合は円柱状の形状から作っていく方がやりやすいので、キューキューブとかそちらは使わずにですね、まずはシリンダーの形状です。これ通常のシリンダーとちょっと違いますよね。実はもうすでにこのイニシャライズというところからもうですね、この上の面こんな風に調整できるんですね。通常は0になっていますから、こういった感じですね。上下のこの面、上の面下の面というのは同じ大きさなんですけれども、テーパーというところですね、上の面の大きさをこのように変えていくことができます。あらかじめコーヒーのポット少しここをですね、こんな風に細めていきたいと思います。そしてサイズ、高さですね。高さ、通常 3D のソフトだと高さはね Y ということで、考えたりするかと思うんですけれども、ここ Z ですね。 Z で高さを変えていきます。はい、こんな感じですね。で、分割の感じは見ていきますと、水平分割としては16分割しております。そして垂直分割では4ということですが、これ3で、していきたいと思います。3にしていきます。ですから上の面、側面、下の面ということで、はい、3になりますね。4になってしまいますね。分割4に、通常4になっていますので4になりますということですね。はい、これで進めていきたいと思いますが、中までね、ちょっとコーヒーのポット、穴を開けて作る必要があればですね、この内部半径というので、もともと穴を開けてしまうというのがいいですかね。部屋の中に置いておくだけということで、あればですね、ここに穴を開けなくてもね、見えないので、構いませんけれども、今回、ちょっといろんな機能ですね、見ていただこうかなということもありますので、あえて穴を開けている状態でスタートしていきたいと思います。ツールパレットポリメッシュ 3D 化をクリックして、ポリゴン編集に入れる状態になりました。これでポット作っていきたいと思います。まずは G モデラー切り替えていきましょう。 G モデラーに切り替えていただきました。底面をまずはですね、ここに面を作りたいなと思うんですね。で、ここに厚みがありますから、だいたいこういった感じで、厚みのある底面というのを作りたいと思うんですよね。で、まずはエッジをここに出したいと思うので、内側ですね、内側にこのようにエッジを追加します。そしてこの細くつながったこのポリゴンの面、ここを全部消去したいんですよね。なので一個ずつこんな風に消去ですね、削除していってもいいんですけれども、ここですね、ポリゴンアクションの削除単一ポリゴンというふうにして、一個ずつこういうふうに消していくということももちろんありなんですが、この面がすごく多かった場合に結構大変な作業になりますよね。細かくて押し間違えて他のポリゴン消してしまうなんていうこともありますので、ポリグループ適用というところを選んで、そしてポリループ、ポリループ。ポリループというのはポリゴンが縦にずっとつながっていってる列、あるいは横につながっていっている列というのをポリグループとして定義しますということなんですよね。で、ポリループ選んで、そしてですね、例えば1枚のポリゴンで見ますと、この中心部分、ポリゴンの中心部分から黄色い線が出ますよね。上下にこんな風に黄色い線が出ます。黄色い線が指している方向にポリゴンのループが指定できるということですね。ポリゴンのつながりですから、横に連なったポリゴンのループに対して実行する
あるいは縦であれば縦にポリゴンが連なった列に対して実行するということになります。そしてポリループ、今回横に連なったところに対してポリグループを設定したいので、これクリックします。黄色いラインが横を向いているときにクリックしたので、横のポリループに対して新たなポリグループが適用されました。ですのでこれで消していきたいと思うんですが、ここで削除を選んで、そしてポリグループすべてということで、こんな風に消していただいてもいいです。もちろんここでポリグループをわざわざ指定しなくても、削除のところにもポリループがありますから、こうしてループクリックするだけでも消すことができます。いろいろ指定してここだけ消すとか、ここ一列消すとか、そういうことができるということです。そしてここ穴底面を埋めるということと、内側のところも底面を埋める、2回穴埋めを行います。はい、穴埋めをする場合というのをやりたいと思います。まずはこのループエッジループですね、穴の開いているところのエッジループのところで閉じるという、こちらを実行していくんですけれども、そしてターゲットのところはこちら凸面の穴、凸面の穴、こちらを選んでおります。そしてその下スプラインを選んで、モディファイヤーズ、こちらはポリグループ平面というところだけ切り替えております。通常はポリグループコラムになっているかと思います。左側にこう使っているボタンが全部集中していますよね。それの一番下をポリグループ平面に変えます。この穴の開いた位置のところでクリックするとこんな風に埋まってくれるかと思います。そして内側のエッジもクリックすることで穴が埋まります。はい、こうして底面を閉じることができました。次はですね、蓋を作っていきたいと思います。蓋を作るときはもちろん新たにポリゴン円柱をここにですね、オブジェクトを持ってきて作るということでももちろんできるんですけれども、今回この中にあるもので流用して作っていきたいなと思います。この底面に今新たに生まれたポリグループ、黄色いポリグループ、これをうまく活用して蓋を作っていきたいと思います。まずはこの黄色いポリグループ、こちらで旧メッシュ選んでいきます。ポリゴンメニューですね、ポリゴンのアクションメニューで旧メッシュ、そしてポリグループすべてということなんですけれども、これポリグループすべてにすると中の黄色も実は同じポリゴンのグループになってしまうので、ここはですねポリグループ境界、こちらを選びます。こんな風に引っ張るんですけれども、こう引っ張ってくると底面のポリグループがこんな風に伸びてくるという形になりますよね。この伸ばしているとき、マウスをドラッグ、あるいはペン先をこうドラッグしていってるときにコマンドキーを押します。そうすると接続してあったポリゴンというのは消えて、この面だけが複製された形でこんな風に動くんですよね。はい、で中の面は複製されていません。こちらだけですね。はい、そしてこれをですね、今下に持ってきたんですが上にずらしていきたいと思いますので、この複製した下のところだけをマスクかけます。そしてマスクを反転させます。何もないところでこんな風にコマンドキーを押しながら何もない空間をクリックしてあげるとマスクが反転しますよね。そして複製された面にマスクがかかっていなくて、こちらの本体のところですね、こちらにはマスクがかかっているという状態になっておりますが、ここで移動モード切り替えましょう。そして Y 方向に矢印ぐーっと上に持っていきます。そして蓋になるようにということで、やや上にちょっと分かりやすく持っていっております。こんな感じですかね。そしてですね、ちょっと裏面から見るとこのポリゴン見えないですよね。これどちらからも見えるように、一時的に表示をですね、両面表示というものにしておいて作業を進めやすくしたいと思います。両面表示は右側のメニューのこの下の方、イニシャライズよりも上ですね、表示設定、こちらを開いて両面ポリゴンの表示を両面表示にします。クリックすると、はい、上から見てもこんな風に見えますよね。はい、ここから蓋を作りたいと思います。もう一度このドロー
のポリゴン編集モードに切り替えて、そしてこのポリグループの旧メッシュですね。これをですね、ポリグループすべてということで、上に引っ張り上げましょう。ぐっと引っ張ります。こんな感じにしようかなという感じですけれども、まあ、これぐらいでこんな感じの厚みですね。そして今度はこの角のところを丸くしていきたいなと思いますね。それにはエッジアクションのベベル、こちらエッジアクションのベベルを選んで、この角のところから下にドラッグしてあげましょう。ぐーっとだいたい真ん中ぐらいで止めておきます。これぐらい。そしてさらにこのエッジもぐーっと丸くしましょう。もっと丸くしていってもいいんですが、とりあえずこれぐらいにしておきます。そして次はこちらに挿入エッジを新たにこのように追加します。そして蓋がですね、この本体のところにはまるように、こうを少し旧メッシュで内側に縮めたいと思います。ポリゴンアクションですね。ポリゴンアクションの旧メッシュ、そしてポリループでいきましょう。ポリループでこの横の連なったポリループ、これを一段下げたいんですよね。挿入でここで削れるようにしましょう。この辺積み、これぐらいにしておきたいと思います。はい、そしてポリループでここを削れるように、よ、はい、こんな感じで、このエッジをガイドラインとして足しておいてあげると、先ほどのように旧メッシュぐーっと縮めてくると、このガイドラインのところでピタッと止まってくれるんですよね。ここまで削りたいというガイドラインをエッジループ最初から作っておくと、そこで止まってくれます。そしてさらにエッジループを挿入します。こちらもですね、リループの旧メッシュでこの内側連なったこの丸くですね、連なったポリグループを少し内側に入れておきましょう。こんな感じでちょっと蓋らしくなったでしょうか。もうちょっと最初からですね、サイズ少しね小さくして作ってあげた方が良かったかもしれませんけれども、そして下に下げて少し縮小していきましょう。縮小して蓋をこう収まるような感じで、ちょっと少し浮かしておいてもいいかもしれないですね。これぐらいにね、はい、浮かしておいて、ですね、あとはですね、ここに、つまみをつけていくという感じで、やっていきたいなと思います。ここもエッジループさせておきましょう。旧メッシュからポリループですね。ポリループでこの内側をちょっと引っ張る、これぐらいの高さにしておきます。よいしょ、ピッ。そしてさらにエッジループをしましょう。よ、これぐらいどんどん拡大してですね、近づいて作っていきます。そしてさらにエッジループ、はい、取っ手をですね作っていくということで、さらにここにもエッジループを出します。はい、そしてこちらの旧メッシュ、ポリループの旧メッシュで、そうですね、そしてポリループ、エッジループはいらないですね。ここを消しておきます。そしてベベルを使ってここを少し丸くしてあげます。こうですかね。で、下のところも少し丸くします。こんな感じで微妙に大きさ後からね、調整してもいいかなと思います。で、マスクがこの下の部分にかかっていますので、マスクを解除します。ここからはですね、注ぎ口とかですね、取っ手を作るというところに入っていきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。それでは。